幕戦争は、幕長、大越の、第四代皇帝。名は、幕復元、または、幕広志とも、剣宗の長男。広和6年5月8日に、七三門が崩御すると即位し、翌年に永帝と改元した。王子の広志を、幕政中が、塩孔、藩士儀や、玄女勝ららに擁立されて後天権で皇帝を、称すると、剣王、幕高天と、 西郡高原高氏に命じて討伐させたが敗北し、海洋や安広一帯を合略されるなど、その調領を許した。経歴二年には戦争は、都の昇竜から逃亡している。経歴四年に、幕高志天が、藩主義を捕らえて殺害すると、幕政中は民に逃亡した。その感激をついて後、霊長の平安王、帝末がナーサの将軍である、報告校。 はじむはくりを抱き込み、竹文光と、はじむはくり率いる軍勢が昇竜に侵攻してくると、戦争は、近城県に逃亡した。と総水として、昇竜を守った叔父の幕高し天が後、霊長の軍を撃退し、その後は、膠着状態が続いた。光田から10年2月7日、神道により崩御。この幕茂る氏が定位を継いだ。ありがとうございます。